はいどうも、柴犬ゲームズの柴犬です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、それでは今回はですね、ゲームボーイアドバンスソフトの開封会となります。今回はなんと8本もございますし、でその8本とも全部が初ゲットのものになりますので、かなりアドバンスコンプに向けて近づいたんじゃないでしょうかと思っております。ただ1本はね、海外ソフトだったりしますので、実質ちょっと7本にはなるんですけれども、まあ、それでもね、大きな前進かなと思います。それでは今回のアドバンスソフトコンプに向けて早速開封していきましょう。さあ、それではまずはこちらのまとめ売りのものから開けていきたいと思います。この中には確か3本だけソフトが入ってまして、よいしょ、ほい、こんな感じで、例えばね、こちらのまとめ売りのものは3本入って合計たったの1300円で購入できました。しかもね、ちゃんと発酵節付きのものでこの値段なので、めちゃくちゃお買い得だったかなと思います。では早速いっちゃいましょうか。まずはこちらですね。まず1本目が、はい、こちらハリーポッターのクリッチワールドカップです。ハリーポッターの世界で存在する魔法のスポーツクリッチをゲーム化したタイトルです。基本的にはサイドビューですが、一部 3D 視点に切り替わるシーンもあって、ゲームボーイアドバンスでも迫力あるクリッチを楽しめます。ゲームキューブ版も同時発売されていて、それと連動することも可能のようです。まあちょっと見た感じ、このシール跡があったりとか、全体的にちょっと潰れはありーのなんですけれども、まあ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 、まあ、こうやって多少状態悪くても安くで購入できたのはいいかなと思います。じゃあちょっと中身の方も見たいと思います。はい、まずは中身ですけれども、中身はねすごい綺麗です。チラシが入ってたり、クラブ任天堂の紙に説明書もしっかり入っております。説明書もねすごく綺麗ですね。あとはソフトですけれども、中箱も入ってますし、ちゃんとスキンも入ってます。いいスキンしてますね。ソフトもこんな感じでかなり綺麗です。いいですね。それでは1本目はハリーポッタークリッチワールドカップです。状態はまあ悪かったですけども、全然良きかなと思います。それでは次、まとめ売り3本セットの2本目がこちら、はい、ロックマンエグゼバトルチップグランプリです。ベースは従来のロックマンエグゼシリーズと似ていますが、戦闘がバトルチップのデッキを組み、それをもとにオートで戦闘するスタイルになっていて、カードゲームに近いものになっていました。戦闘のアクションが苦手な方にはいいのかもしれません。最近スイッチで発売されたロックマンエグゼアドバンストコレクションには収録されていないタイトルなので、もし遊んでみたい方はソフトを買う必要がありますので、ぜひチェックしてみてください。ロックマンエグゼシリーズで唯一これね、まだ手に入れてなかったので、これも入っててめちゃくちゃラッキーでした。はい、こんな感じで箱はまあまあさっきのものに比べたら全然綺麗かなと思います。じゃあちょっと中身の方も見てみましょう。はい、まずはソフトと、あと中箱しっかり入っております。ソフトもねいい感じに綺麗です。で、あとはハガキと説明書もしっかり入っておりました。中身はね全体的に綺麗なものが、おわ、メールちゃん可愛い、うっ、イエー。説明書もねほとんど読まれた形跡がないぐらいかなり綺麗な状態です。それでは2本目はロックマンエグゼバトルチップグランプリでした。バトルチップは世代じゃないのでよくわかんないんですけれども、面白かったんでしょうか。うん、さあ次で3本セットのラストとなります。海外版のソフトになります。そのソフトがこちら、はい、こちら欧州版のレス・ヴィッソウヌアサス・メッション・コールリンズです。タイトルがおそらくフランス語表記になっていて、英語ではケアベアと読むようです。このケアベアはアメリカを中心に世界各国へ展開しているクマのキャラクターの総称のようです。そのキャラクターがゲーム化したもので、内容はミニゲーム集となっております。子供向けのゲームなので難易度はかなり簡単で、世界観やキャラの可愛さが引き立っていて癒されるゲームでした。こちらはちょっとアドバンスコンプは海外版は含めてないので対象ではないんですけれども、まあ、海外版のソフトもねこうやって1300円で手に入るなら全然いいかなと思います。状態はまあそんなにというか、まああんまり良くはないですけれども、ちょっと中身の方も見てみましょう。さあまずはこちら中箱なんですけれども、相変わらず空白部分がでかいです。こちらソフトちゃんとねスキンも入ってますし、ソフトねかなり綺麗じゃないでしょうか。これいいですね。
で、あとはこちら、何かの紙でしょうかね、まあ、注意書きみたいなやつと、あと説明書がしっかり入っておりました。説明書も、ね、すごく綺麗です。今回やっぱ中身が綺麗パターンですね。で、中身はこれフランス語かな。ちょっとフランス語はボンジュールなので置いときましょう。では3本目はレス・ブラウン・サルス・シャルスです。アドバンスのソフトは結構日本で未発売のソフトが結構多かったりして、海外ソフトまでね手を出し始めるとかなり沼が深いのでご注意ください。もう面白いんですけどね、うん。さあ次で4点目ですかね。次はこちらを開けていきたいと思います。それでは4点目のソフトがこちら、はい、梱包からの、はい、こちらロード・オブ・ザ・リング王の帰還です。ロード・オブ・ザ・リングの映画に登場した6人に各キャラごとにストーリーが用意されていて、100以上のクエストもあり、ボリューム満点のアクション RPG です。原作ファンの方はもちろん、原作を知らない方でもアクションゲームとしても面白くて、ストーリーも映画が元となっているので重厚なストーリーを楽しめるかと思います。こういう映画が題材になったゲームは比較的安価のものが多いですが、このソフトはプレミア価格になっている珍しいタイトルです。こちらの購入金額はちょっと忘れてしまったので、またここに出しておきます。はい、こんな感じで、こちらはまあまあ箱の状態はまあまあ並品といった感じでしょうか。ちょっと角にねちょこちょこベコっと開いてますけれども、まあ、これに関してもまあまあ全然安かったんでいいかなと思います。アドバンスはね、ロード・オブ・ザ・リング3部作ありまして、私ゲットしたのが2本目になります。もうこの頃からセロがついてますね。ちょっとここにあとドカンとやられた傷がありますね。歴戦の勇者でしょうか。ではちょっと中身の方も確認したいと思います。はい、まずはソフトですけれども、お、これもねちゃんとスキン入っております。中箱も入っておりますし、でソフトはこんな感じでいいですね。ピカピカでございますね。そしてあとはハガキと、あとクラブ任天堂の紙も入っておりまして、説明書もしっかり入っておりました。こちらはもう完品と言ってもいいでしょう。ちょっと説明書は端っこ折れはありますね。そうなんですよね、これ箱片付けるときにこうガッていったりして、ここはねダメージいきやすいんですよね。なのでアドバンスの説明書とか、ね、なんか袋に入れておくのが一番安全かなと思います。説明書に関してはまあまあまあこんな感じで洋芸っていう感じがします。はい、それでは4本目はロード・オブ・ザ・リング王の帰還でした。まあ、こちらもね店頭ではもうあんまり見かけなくなってきてるので今のうちに買っておきましょう。さあ次のソフトがこちらからの、はい、ロード・オブ・ザ・リング2つの塔です。こちらも同名の映画をゲーム化したアクション RPG で、先ほどの王の帰還より約1年前に発売されて、こちらが前作にあたります。アラゴルン、レゴラス、ガンダルフ、フロド、エオイの5人の中から1人選択し、トロルやウルクハイを倒しながら中津国を旅していくストーリーのようです。こちらもグラフィックが綺麗で、映画の世界観がしっかり再現されていて、遊びごたえ満点となっております。これもプレミア価格でやっているのも納得の内容でした。こちらの購入金額はいくらだったか忘れたので、ここにまた出しておきます。はい、でこちらはなんとまあ多分ねかなりお安かったと思うんですけれども、それには訳がありまして、こちら箱と説明書のみなんですよ。ソフトも買わないとなっていうので、こちら通販の駿河屋でソフトのみを購入しまして、こちらが1400円で購入いたしました。ちょっとソフトだけまずは見てみますか。まあソフトはなんか若干色あせてるような気がしなくもないですけど、まあ、この辺は駿河屋クオリティと言っておきましょう。はい、であとは箱ですね。箱の方はね結構綺麗な状態で手に入りました。このロード・オブ・ザ・リング2つの塔だけは結構高くって、たまたま箱がね安くて手に入ってよかったです。しかも状態はいいですね。こんな感じで店頭でもねもうこの辺ほとんど見かけなくなってきましたからね。もうこの辺はもう通販頼りです。で中身ですけども、おーいやす、ちゃんとスキンも残っておりました。ありがとうございます。これは大事にしてましょう。中箱も入ってますし、あとはハガキと説明書もしっかり入っておりまして、多分これで完品になるのかなと思います。まあまたこれは後で掃除はしますけれども、一旦ねこの中に入れて完品風にしておきましょう。じゃあこれでずっぽしいっときます。では5点目はロード・オブ・ザ・リングの2つの塔でした。これもねようやく完品になって、ロード・オブ・ザ・リングこれ3部作がね確か揃ったはずです。もう1本はね持ってたはずなので
ロードオブザリングシリーズコンプいたしました。はい、それでは次6本目ですかね。6本目のソフトはこちら、シャイニングソウル2です。戦士、優戦士、魔法使い、アーチャーなど職業が様々な8人からキャラ選択し、ダンジョンを探索していくアクション RPG です。前作から職業が増え、ダンジョンのフロアごとにテーマができ、一人プレイでも楽しめるようシナリオが大幅に強化されていたりと全体的にパワーアップしています。もちろんこのゲームの醍醐味の一つである4人プレイも健在で、今遊んでも全然楽しめるゲームだと思うので、セガ様リメイクのほど何卒よろしくお願い申し上げます。こちら箱説のみなんですけれども、購入金額が税込み1843円で購入いたしました。めちゃくちゃ安いですよね。まあ、買ったのがね、もうだいぶ前にはなるんですけれども、まあ、今だともうこれ完品が1万円ぐらい超えてきますので、まあ、早めにちょっとゲットしておいてよかったかなと思います。まあ、箱の状態はこんな感じで、まあまあ比較的ちょっとダメージがあったりっていう気はするんですけれども、全然綺麗な方かなと思います。これもね、また廉価版があったりしてね、欲しいんですけれども、まあ、高いんでね諦めましょう。でさすがにね、箱説のみでこれは完品とは言えないので、こちら、はい、買っております。こちらもちょっと開けてみましょう。はい、と思った、まだ梱包があった。はい、ソフトと説明書、まあ、セットなんですけれども購入しまして、こちらが税込み3300円で購入いたしました。なのでこれ完品でだいたい5000円ぐらいなので、かなりお買い得に購入できたんではないでしょうか。じゃあちょっとまずはこちらの箱の中身から見てみましょう。多分ね、説明書は確かついてたと思うんですけれども、状態がねそんなに良くなかったと思うんですよ。そうな、こんな感じでちょっと説明書がねシワシワだったんで、できればね説明書もセットで欲しかったんですけれども、うまい具合にね説明書とセットのものが3300円だったので、これはラッキーでした。説明書はもうこっちの方が断然綺麗なので、こっちの方と入れ替えたいと思います。うん、いいですね、説明書ピシッとしております。あんまりね期待はしてなかったんですけれども、これは安かったですね。でソフトがこちら、うん、ソフトはまあまあ並品といった感じでしょうか。でも比較的綺麗な方かなと思います。いや、中身もね綺麗になってよかった。6本目はシャイニングソウル2の箱説付きでした。完品になりました。おまけでちょっと説明書もついてきたということで、いいんじゃないでしょうか。さあ次が7本目ですかね。で残り2本なんですけれども、残り2本ともスーパーポテトオタロード店で購入したものになります。7本目はこちら、ゲットバッカーズメトロポリス奪還作戦です。漫画ゲットバッカーズのゲーム作品で、アドバンスでは同シリーズが3タイトル発売されていて、これが2作品目になります。全9ステージのミッションクリア型ロールプレイングゲームとなっていて、普通の RPG よりも自由度は低いですが、迷わずサクサク進められるのでテンポよく遊べました。キャラのドットは綺麗で、ボイスも少しですが収録されていて、様々な原作キャラが登場し、好きなキャラと一緒に行動するのは原作ファンにはたまらないゲームだと思います。でこちらの購入金額が税込4378円で購入いたしました。ちょっとね割高感があったんですけれども、ここ見ての通りハガキカード付属ということで、こちらですね、しっかりカブカードも付いてたので購入させていただきました。じゃあちょっとこれも開けてみましょう。さあ取り出してみました。まあ袋の上からも分かってたんですけれども、箱の状態がねめちゃめちゃいいです。まあ普通に買えば多分大体3000円前後では買えるソフトにはなるんですけれども、まあどうせならねカードも付いてて状態もいいということだったので、今回購入させていただきました。うん、いいですね。ゲットバッカーズ懐かしいですね。当時ね一応読んではいましたけども、ちょっとねムフフなシーンがあったりとかしてね、お世話になりました。ちょっと開けて中身の方も見てみましょう。お、さすがスーパーポテトさん、こんな感じで袋にちゃんと入ってますね。でまずはこちら中箱ありまして、スキン付きのソフトに、ソフト自体もすごく綺麗です。いいですね。うん、であとはこちらですね、ちょっと取り出してみましょう。まずは説明書ですけれども、説明書はすごくビシッております。わ、懐かしいな、こんな感じのプニプニキャラになってましたね。ボインなお姉さんが出るならやります。であとはハガキと、あとこちらのカードは未開封ではなさそうですね。おお、こちらカードはこんな感じで入っておりました。ピカピカですね。それでは7本目はゲットバッカーズメトロポリス奪還作戦でした。ちょっと高かったですけどね、綺麗なものが手に入ってめちゃくちゃ嬉しいです。
これでゲットバッカーシリーズも揃えたはずです。こっちがね、地味にあんまり見かけないんですよね。さあ、それでは次でいよいよラストとなります。ラストもまたスーパーポテトオタロード店で購入したものになるんですけれども、これがねめちゃくちゃレアソフトですし、プレミアソフトです。ずっとね狙ってはいて、もう最近じゃなく本当に見かけなくなったソフトです。お正月バッケンさんのコラボの直前に購入させていただいたソフトでして、個人的にはちょっと思い出のあるソフトとなっております。ラストのソフトはこちら、ホットウィールアドバンスです。ミニカーのホットウィールを題材にしたレースゲームです。レースに勝って賞金を手に入れて、パーツなど買い揃えて車をカスタマイズしていくオーソドックスなレースゲームですが、ミニカーということなのでピアノの上やバスルームから雲の上や宇宙などぶっ飛んだコースもあって、他のレースゲームにはない楽しさもあり面白かったです。このゲームかなり出荷本数が少なくめったに見かけないソフトですので、頭の片隅に入れていただきつつチェックしてみてください。こちらの購入金額が11,800円で、ポイントもがっつり使わせていただいて11,329円で購入いたしました。お正月からねがっつりいっちゃいました。なのでね、結構ね福袋買うのもヒヤヒヤで購入いたしました。じゃあちょっとこちらも開けてみたいと思います。はい、取り出してみました。で、説明にはこちら箱説明書板に章ということで認識はしていまして、ただちょっとこの日急いでたので中身はね見てないんですけれども、パッと見せていただいた時はこんな感じで、ここにちょっとね凹みがあるので、まあこれかなっていう感じでちょっと購入はしてみました。これぐらいだったら全然綺麗な方かなと思いますので、まあ僕はもう全然いいです、これは。はい、ここ見ての通りアルトロンなんです。数がもうめちゃくちゃ少なくて、一時期なんかこれ新品祭りかなんかであったみたいで、すごいね手に入ってたらしいんですけれども、まあ手に入れれなかったんですけれども、まあ結果的にね買えたので良かったんじゃないでしょうか。ちょっと中身の方も見てみましょう。はい、まずは中身ですけれども、中はこうしっかり入ってて、袋ついてるかと思いきや、これは多分スーパーポテトさんの方で入れてくださった袋だと思います。これはね純正じゃないので捨てておきましょう。でソフトがこちら。おお、ソフトはねいいツヤしてますね。アジアンビューティーです。アメリカンビューティーです。こちら袋までちゃんと入れてくださってます。もう最近スーパーポテトさんではこういうのがちゃんと入れてくださってますね。で説明書はこちら、板に章ということで、確かにねシワはあります。読まれた形跡もあったりして、もう全然いいです、手に入れればいいっていうぐらいのレアソフトなので、これはもう全然いいです。いやー、これ本当にねずっと売れ残ってて助かりました。で、あとはこちらハガキですね。ハガキがなんか俺あとありますけども、全然いいです、入ってるだけで。はい、それではラスト8本目のソフトはホットウィールアドバンスでした。無事にねこれは手に入れれてよかった、まあ、たまにねポンってネットで出てきたりもするソフトではあるんですけれども、まあ、次いつ手に入るか分かんないですからね。ありがとうございます。はい、それでは今回購入しましたアドバンスソフトはこちらで以上となります。いやー、なかなかいいラインナップでしたね。まあ、この2つはね、まあ、比較的見かけるソフトではあるんですけれども、持ってなかったものが手に入りましたし、このロードオブザリングの箱付きももうほとんど店頭とかじゃまあ見なくなってきましたので、なんとか揃えれてよかったですし、シャイニングソウル2こちらもね高くなってきてるんですけれども、まだね5000円台とかで完品を揃えれてよかったですし、ゲットバッカーズは超備品でしたし、カードも付いてて最高でした。ラストのホットウィールアドバンス、こちらもね、まあ、ちょっとダメージはありつつ もう全然いいです。1万円ぐらいでねこちらが手に入ったので良かったかなと思います。結構ね新品はね出回ったりもたまにするんですけれども、まあ、別に新品じゃなくても私はいいので OK かなと思います。久しぶりにね新ゲットのものがたくさんご紹介できて、私としても大満足です。これはちょっと私的所見にはなるんですけれども、最近レトロゲームショップなど、まあ、店舗に行ってて思うのが、あのゲームボーイアドバンスの箱説付き、まあ、少しずつですけれども在庫がまた戻ってきてるのかなっていう印象がありまして、ゲームボーイの箱付きがなんかかなり減ってきてるなっていう印象を受けておりまして、結構購入が難しくなってきてるのかなっていう印象を受けました。まあ、もちろん店舗にもよるとは思うんですけれども、大阪とか京都の駿河屋さんとか見る限りだと、ゲームボーイの箱付きの方が本当にもう棚の一列だけとかになってて、かなり数が減ってきてる印象ですね。その前まではねゲームボーイの箱付きの方が多かったんですけれども、最近はねちょっと逆転現象が起きてて変な感じだなっていうのは感じますね。またゲームボーイの在庫戻ってきてほしいなっていう感想でした。
はい、何のオチもございません。まあそんな感じで、今回はこれで以上となります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まだまだね、購入しててご紹介できたアドバンスソフトもございますので楽しみにお待ちください。ではまた次の動画か配信でお会いいたしましょう。さようなら。パンツ見えるかなと思ったんですけども、足どうなってんのこれ。